こんにちは、関っ子のココです。ねねです。関ヶ原育ちの私たちが紹介するゆるかわリポート第4回始まります。今回は関ヶ原の中でもすごく歴史のあるお店、魚茂さんをご紹介したいと思います。今年なんと80周年を迎えるそうです。おめでとうございます。すっごく前からあったよな。やばいな。楽しみやな。楽しみやね。魚茂さんは鮮魚店として昭和9年に創業し、平成9年11月に現在の食事処としてリニューアルしました。うなぎを中心とした料理を提供されています。こちらでは創業以来80年間も継ぎ足し使っている秘伝のタレが自慢です。それだけではなく、こちらのお店では作り置きを一切しません。少し時間はかかりますが、ご注文を受けてからさばき調理をします。なので、私たちが今注文しているひつまぶしも見てください。めっちゃ美味しそうやん。めっちゃうまそう。マジ楽しみなんやけど、早く食べたいな。なあ、ちらっとご紹介しましたが、大重さんのおすすめはひつまぶしだそうです。うなぎのひつまぶしとかめっちゃ初めてだけど、ひつまぶし美味しいよ。皆様もご存知かと思いますが、ひつまぶしにはいろいろな食べ方があります。大重さんではこのように各テーブルにこちらひつまぶしの食べ方があります。こちらに沿ってお召し上がりいただくと、より一層美味しくいただけます。来た来た、すんごい量やな。ボリューム半端ないね。早く食べたくてたまらんないけど。はい、こちら。このテカリやばくない？やばいな。ご飯見えへんな。なぎぎっしりやし。やばいな。匂いいいね。それではこちら、まずはそのままお召し上がりください。一杯目早速いただきたいと思います。いただきます。いただきます。うんふん。なんかさ、うなぎの表面パリパリしとんのにさ、中めっちゃふわふわしてない？ね、言葉にならんぐらい美味しいね。うん、秘伝のタレめっちゃ美味しいしな。それではこちら2杯目、薬味をのせてお召し上がりください。薬味をお好みでのせます。いただきます。薬味をたっぷりのせるとさっぱりして味が少し変わります。3杯目は薬味をのせ、だし汁をかけてお茶漬け風にお召し上がりください。薬味をのせ、だし汁を、美味しそう。お茶漬けにしていただきます。めっちゃ美味しいんですけど、これはお腹いっぱいでもすすっていけちゃいます。4杯目は自分でこれが一番っていう食べ方で食べてください。薬味かけ食べるのね、美味しいよ。何でも合うね。うん、うなぎがね、めっちゃ美味しいの。これ毎日食べれるね。毎日3食うなぎ丼がいい。
だけど、うん、つまぶしがいい。完食です。あー、お腹いっぱい。めっちゃ美味しかったな。美味しかったね。味の変化をいろいろ楽しみながら、ボリュームもあってお腹いっぱいになれるところも魅力ですね。林重さんでは昭和9年の創業以来、継ぎ足しながら使っている秘伝のタレを使い、備長炭で香ばしく焼き上げたうなぎが食べられます。外はパリッと、中はふっくらしています。美味しさの秘訣は焼き置きせず、ご注文をいただいてから焼くそうです。ぜひ皆様に食べに来ていただきたいです。大小宴会や仕出し料理、お持ち帰りのうなぎなどを受けたまわっています。また冬季限定ですが、ふなを秘伝の製法で3日間じっくり煮込んだふな味噌もおすすめですよ。皆さんぜひ来てください。今回のゆるかリポートどうでしたか？次回も見てください。